エミル・ブラウンは MLB の外野手、ウトウ・ミギウチ、イリノイ州シカゴ出身。1993年、ミネソタツインズから37巡目でドラフト指名を受けるが、これを拒否。翌1994年6月2日、オークランドアスレチックスから6巡目でドラフト指名を受け、7月17日契約成立。1996年、ルーキー級と、 A トータルで61試合、打率。310本類が、49打点、出塁率。395オプス、89514盗塁という、好成績を挙げるがメジャーから、声はかからず。同年12月9日、ルール5ドラフトにより、ピッツバーグパイレーツに移籍。翌1997年4月3日、メジャーデビュー。初安打を。 フェルナンド・バレンズベェラから放っている。だが、壁は厚く、結果を出すまでには至らなかった。その後は、出場機会に恵まれず、1998年、AL123 a 試合、打率。3 3 1 4本類が、67打点、出塁率。395オプス、89124、盗塁というハイレベルな数字を叩き出し、 パイレーツのマイナー年間最優秀選手に輝くなど、着実に成長を遂げたものの、2001年7月10日、一対二の交換トレードにより、サンディエゴパドレスに移籍。2002年1月28日、タンパベイデビルレーズに入団。同年11月19日、シンシナティレッツとマイナー契約。2004年1月9日、セントルイスカージナルスとマイナー契約。この間、 2002年から2004年にかけて全試合マイナーリーグでプレー、2005年2月7日、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結ぶと打率。286.17本塁が86打点と活躍し、翌2006年も同様の成績を残した。特にチームトップの試合数と打点などが評価され、ロイヤルズの年間最優秀選手に選出された。 2008年1月11日、オークランドアスレチックスと1年145万ドルで契約成立。2009年5月、ニューヨークメッツに移籍、マイナー通算2922打数で打率29。295156投類を挙げており、ベースボールプロスペクタス氏の評価グラフでは、打撃とスピード型金を指し示しており、パワー、死球、三振の少なさもバランスが取れている。 また、教犬と請求の良さも兼微している。ありがとうございます。